皆さんこんにちは、さーちゃんです。こんにちは、お茶です。今日はプルルンこちらのピノ、みんな大好きピノですね。そうです、このみんな大好きピノを今日はやっていきたいと思うんですけど、このピノは1976年に登場したアイスなんです、結構前。見て、45周年。本当だ、ちょうど45周年だ。なんでこのピノがこの1976年に発売されたかっていうと、昔はコーンとかカップとか、何バーペロペロバーとか、そういうのがめっちゃ流行ってた時だったから、こういう新しい形でヒットさせようと思って、爆発的にね。はい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 、ちゃんと考えたのね。そう、それがこれを作った人の狙いだと思う。なるほど。だけどそう、これはピノの形には名前があって、ピノシェイプっていうらしい。ピノの形でね、ピノシェイプ、ピノシェイプで。ピノが初めてなんじゃないこの形。そうだと思う、だってピノ以外見たことないもん、ね。オフィシャルサイトでフレンチトーストとかヨーグルトとか、いろんなものに合わさせてるんです。合わさせてる、あ、なんかレシピ紹介みたいなね。そう、だから今回は甘いものとしょっぱいもの、あったかいものとか、そういうのを組み合わせたらどういう味になるんだろうと。まだ紹介されてないからね。そう、だから今回は甘いものとしょっぱいものを組み合わせたデザートを作りたいと思います。ピノを使ってね。そう、ピノを使って。それでは今から作っていきましょう。みんなで、ね、ピノロー。まず1個目はじゃらん、こちらのパンです、パンね。そう、パンとピノ、合いそうじゃない。まだ合いそうだよ、ね。これ温めて、パンに挟む感じ。そう、あったかくして挟んだらちょっと溶けて美味しそうじゃない。絶対合うわこれは、ね。それでは焼いていきたいと思います。おお、焦げてる、焦げてる、いい感じに焦げてる。この上に、中にほら、マグリも溶けてる。美味しそう。ぴょーん。ねえ、かわいい。ねえ、普通にかわいい。サンドイッチ。うわ、溶けてきてる。ピシュ。サンドイッチ。ギュー。チラッ。いただきまーす。いただきまーす。食べるかな。まだ到着してない。ピノに。おいしい。え、なんか、あ、パイの中に。火が入ってる時あるじゃん、そんな感じ。良かったです。それでは2つ目はじゃじゃーん、ポテト、北海道産じゃがいも塩フライドポテト。イエーイ。え、ポテトいいじゃん。ポテト絶対美味しいよね。なんかポテトチップスにさ、チョコのコーティングされてるやつあるじゃん、それ塩だしね。これ絶対美味しくなる予感しかしないね。しなってるけど、しなった。美味しそう。なんかリンゴみたい。美味しそう、見た目。あ、溶けてきてる。もう早い早い早い。よし、はい。いただきます。いいですか。いただきます。食べれるかな。美味しい。マジであれみたい。ポテチにコーティングされた、あのお菓子。ここにはあるよ。マジで美味しい、続きまして3つ目は歌舞伎揚げです。歌舞伎揚げ、そう、歌舞伎揚げです。何でいいよこれ、ね、かしら。歌舞伎揚げが美味しいからワンちゃん温めればね。そう、温めれば美味しい可能性あるよね。1、2分ぐらい。1、2分。わわ、なんかしかもなんか色変わってる。いただきます。いただきます。熱い、熱いから引き。あの、例えだけどまた、あの柿の種にさ、チョココーティングされたやつある、新潟のあれだわ。あ、わかるわかる、あれの味じゃない、美味しいともならない、私はね。けど好きな人は好きかもね。次は、あ、次はタルティーヤー。タルティーヤー。これ
これね、どうだろう、ね、どうだろう、なんかパンだけだったらいいけどチーズとハムあるしね。そう、うん、こっち寄りに乗せて、こっちから壁チクッよかね、痛くないじゃん。いや痛くない、あの壁切り上げの時ちょっと痛かった。こっちも痛いし、上の歯も痛いし、ね、あ、来た来た。いらっしゃいませ。いけるわ、いける。わーお、これ美味しい。わー、ちょっと待って、チーズが漏れる。いきます。うわ、溶けてきた。いただきます。あ、あ、あ難しいんですけど、うん、あ、はい、ちょっとぶって、うん、チーズのしょっぱさと、あ、なんかちゃんとしょっぱいと甘いを感じる、うん、そう、溶けちゃう。でもさ、見た目がクレープみたいになるね、うん、ね、そんな見た目がクレープとかどうでもいいんだけど。よくない、ね、じゃない、時間ない人とかいいんじゃない。アイスも食べたい。アイス食べたい。リアも食べたい。はい、次は生きり餅です。わーい、絶対あるじゃん。これあるよね、うん、絶対。でもでも、のり餅にします。逆にしょっぱいのね。そう、醤油つけます。しまーす。わーい、まあ、待って、めちゃくちゃ美味しそう。ほら、美味しそう、焦げ、美味しそう。これだけは食べる気満々だった。これだけじゃないんですね。もちろん、私すごい、あの、すごいやり方しよう。かわいい。かわいいの。熱い、ちょっと待った。熱すぎて、いけない説。深い。喧嘩してる。なんかさ、お餅が勝つんだって。味が負ける。うん。だよね。うん、お醤油とさ、醤油がなかったら絶対美味しいだろうなって感じ。わかる。お醤油と醤油。同じこと。やっぱお餅を。この醤油は醤油で。はい。はい、次はこちら、ポテチなんですけど、サワークリームオニオン。これね、一番好きな味。え、同じ。一番美味しい。でもね、これだけじゃちょっとつまんないよね。まあ確かにね。このポテチにですね、マヨネーズをぶっかけて、マヨネーズぶっかけます。お米でいただきます。うわー、大量大量。食べないで、いただきますね、お先に。マジで合わん。合わん。あ、待って、うん、合わん。そうだよね。え、絶対マヨ。マヨネーズとちょっと合わなそう。あ、でも待って、うん、意外と合っちゃう。なんか後味いける。ちょっと食べてみて、食べてみて。後味いけるの。ほろほろ。もりもり。もりもりマヨ。食べます。じゃ、お水飲みます。うわ。オッケー。ちょっと期待したりした。私が美味しいかもとか言う。なんかマックとシェイク一緒に食べて、わかる、うん、ね、まずい。つまり、ま、でもね、後味いけるかもって一生思うじゃん。一生思う。うわ、でも、そう、後からもう作るよ。これダメだ。次は、唐揚げくんです。よし、やったー。大好きな。大好きな。唐揚げくんやっていきまーす。これですね。いただきまーす、じゃあ。いただきまーす。あごくかめない。あごくかめない。音が味が強すぎて、うん、今まずくもないし、そう、美味しくもない。次は、はい、こちら肉まん。
ンビニの肉まんです。これはわおわお、ピノあげます。ありがとう。こんな感じ。いただきます。合わない。うん、合わない。これは中の具が合わない。マジで合わない。最後はじゃらーん、ピッツァマルゲリータ。イエー。待って待って待って、待って、すごいひらめいちゃった。絶対合うよ。なぜかというとですね、マルゲリータってイタリアじゃないですか、ピザって。でピノってね、ピノっていう名前がイタリア語で松ぼっくりって意味だからピノらしいの。え、そうなの？だから多分ピノもイタリアのものだから合うよ。そうじゃん。2、1。え、すごい。マジで、しかもぴったりだったよ。ずっと動き見てたわ、ずっと。え、5、4、4、全部合ってた。美味しそうです。美味しそうです。いただきます。すごい。あか、ピノあった？ピノ感じない。え、だよね。うん。これ2個ぐらいにしてもいいかもね。うん。美味しかった。美味しかったけど、ね、どうだった？一番美味しかったの何？私はせーので、せーで言うで。せーの、フライド。一緒一緒。ポテト。フライドポテト。なんか普通にチョコつけるよりアイスの方が美味しい。私絶対そう。マジで、うん、おすすめだわ。これは私もおすすめします。え、じゃあワーストいっちゃう。ワースト、わかった。せーの、肉まん。ポテチマヨ。肉まん。ポテトとかね、そんぐらいがいいよね、うん、つけるしね、ケチャップとかで。そういうしょっぱいけどあんま料理ができすぎてない料理、わかる。でもわかるよっていうのにアイスは最高だと思います。合います。しょっぱいものと甘いものを組み合わせて食べてみましたが、どうでした？楽しかったよね。楽しかったし、うん、まあ、ピノが美味しい。そうなんですね。ピノが美味しい、ね、なんか自分なりのアレンジ見つけて食べてください、うん、アレンジ見つけてください。参考にして参考にしてる。ぜひ食べてみてください、はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いしますお願いします。じゃあ、せーの、バイバーイ。今から作っていきましょう。せーの、ゴー。せーの、よーい、ゴー。よーい、ゴー。せーの、スタート。いや、え、スタート。